プロマラソンランナーの川内祐樹37が XQ ツイッターを更新。川内がマラソンの補欠選手の問題について説明した投稿がネットニュースになり、何様のつもりか。と批判されたことが話題となったが、これに反論した仙台の投稿が大反響を呼んだことを明かした。写真、土壇場で補欠解除された細田愛。 女子マラソンの日本記録保持者で日本代表の前田ほなみが2日の補欠解除後に負傷欠場を発表。補欠選手を使えなかったことで日本陸連の対応に批判が集まった。この行き札について仙台は11日に X で日程的に補欠を使えなかった事情や、補欠選手を使い、見事金メダルを獲得したエチオピアとの違いを解説した。ところが、これがネットニュースになったところ、 何様のつもりか。などと誹謗中傷コメントが寄せられ、仙台はヤフコメで補欠問題について補足のコメントをしていたら、陸連の手先認定されてしまいました。何様のつもり、と言われますが、元パリ五輪マラソン日本代表補欠なんですけどねと皮肉交じりに反論。するとこれが大変な反響を呼び、コメントした人こそ何様のつもりなのでしょう。プロアスリートにリスペクトなさすぎ。 などと仙台の意見に賛同する投稿が多数寄せられた川内はこの反響について、この投稿が普段の約100倍のインプレッションになったことと、想像以上に心優しい人が X に多かったことに驚きましたと驚きと喜びの気持ちを綴った。さらに、昔、五輪選考レースで惨敗して、プロでもないのに謝罪会見をした若い選手がいました。 彼のように精神的に追い詰められている選手がいたら、そんなたくさんの優しさが届けばいいですねと過去の悲しい例を挙げ、今後アスリートに対し、周囲が気遣いをする必要性を訴えた。